で、あと、残りの時間では、次元に関する性質をいくつか取り扱います。まず最初に、説明します性質はですね、そのベクトル空間が有限生成であることと有限次元であるということが同値だという話でして、で、まあ、一応教科書にも出てはきていると思うんですけれども、まあ、一応、まあ、こういう同値性っていうのも数学ではよく議論の対象にしますので、まあ、それをどう言って示すかっていうのもちょっとここで紹介しておきたいと思います。同値だっていうのは両向き矢印が成り立つことですね。だからベクトル空間が有限性質であれば有限次元だし、有限次元であれば有限性質であるって、そういうことですね。ですので、同値であることを示すには、基本的にその両方が行ったり来たりというのが成り立つということを順番に示すわけです。で、最初にこのスライドでは、その V が有限生成であれば有限次元であるということを示します。で、その最初の方ではその V が有限生成であると仮定しまして、そうしますと、有限生成ってことは、そういう生成するベクトルがありますから、それを X1 から XN としましょうと。で、そうするとですね、この X1 から XN っていうのは、与えられた時にはそれが線形独立であるとは限らないんですけれども、で、まあ、その中からですね、先ほどの例題の計算のようなことを行って、この X1 から XN の中から線形独立なものの組み合わせを選び出すことができます。で、そうすると、その、まあ、線形独立なので最大個数の組が実は V の規定をなすことが分かりますので、この時点で V は有限次元であるということが言います。というのが、その、有限生成から有限次元を導く証明で、で、逆に、有限次元であることから有限生成を導くというのはもうより簡単で、もし、有限次元、V が有限次元であったとしたならば、その X1 から XN っていうのは有限個の、V の規定があるはずです。そうすると、規定の定義からこの X1 から XN で V は生成されてますから、V は有限生成だということが導かれます。教科書のやってる定理に比べれば、まあ、割と簡単な議論かもしれませんけれども、まあ、こういうですね、簡単な議論もちゃんと、何でしょう、それまで習った定義を積み重ねて導くことができますので、ちょっと皆さんも確認しておいてください。はい、それからですね、もう一つの性質なんですが、規定の変換行列について述べておきます。これはですね、定理6.4からまあ、導かれるというか、定理6.4の記述を使って表しているものなんですけれども、定理6.4の内容をもう一度思い出します。定理6.4ではですね、V1 から Vn っていうのをそのベクトル空間 V の規定としました。で、それから、W1 から Wn っていうベクトルがですね、同じ n 個のベクトルなんですけど、V1 から Vn の、線形結合で書かれているときに、まあ、次の3条件が同値だっていうのをやったわけですね。で、まあ、ここではその W1 から Wn もこのベクトル空間が V の規定だったとしましょう。そして W1 から Wn っていうのがその、まあ、V1 から Vn を使ってこういう形で表されていたとします。で、あとこのですね、この線形結合の、まあ、係数を並べて作った行列を、こんなふうに並べて作った行列を、まあ、A としましょう。で、この時に、実はですね、この W1、例えば W1 っていうのが、まあ、V1 から Vn のこういうその線形結合で表されていたんですけれども、これをですね、その行列とベクトルの積で表すと、こういう形で表すことができます。左側に、V1 から Vn を並べて作った行列ですね。これは行列です。なんでかというと、この V1 から Vn というのはもともと列ベクトルですから、列ベクトルをこうバーッと行で並べていけば行列になるわけですね。で、それをに対してこの A11 から An1 っていうこの線形結合を作ったこの係数をこう縦に並べた列ベクトルを、
右からかけると。こういう形で、この線形結合を表すことができます。ここまでいいですかね。まずこれを押さえておくと。で、W2 についても同じように、こうやってその線形結合で与えられたんだけど、この実はこの線形結合の係数を縦に並べて、で W1 から Wm のベクトルを横に並べた行列の右側からかけることで表すことができるというわけなんですね。で同様にして、まあ、Wn まで同じような形で表すことができます。でそこで次に何をやるかというと、この W1 から Wn っていうのを今度は左から順番に並べるんですね。そうすると一番左側第1列っていうのが、まあ、W1 だったんですが、これが、V1 から Vn を並べた行列に、このですね第1列、この行列の第1列をかけたものだったんですけども、これを同じように W1 から Wn を N 列ですね並べると、左側からかけていた線形結合の係数がこんなふうに行列になるんですね。で実はこれが先ほど最初に定義したこの A という行列に等しくなったわけです。ということで、まあ、この関係を見ますと、その最初に V1 から Vn というそのベクトル空間の規定が与えられたときに、それを W1 から Wn に変換したということを表しています。そしてその変換にはこの V1 から Vn という規定を並べて行列を作って、でそこにその線形結合をで使った係数を並べた行列を線形結合で並べた係数を並べて A という行列を作って、それをかければ右からかければよいということで、これをこの A をですね規定の変換行列というふうに呼びます。まあ、こういう仕組みで、その実は行列 A というのを準備したということを注意してください。で一応ちょっと非常に簡単な例題ですけれども、どんなふうにその規定の変換が行われるかというのを示しましたのが、このスライドの例です。これは R2 ですから実数の二次元の数ベクトル空間なんですけれども、まず最初にはこういう10と01っていう形の規定を取りました。ちなみに今回スライドに書きませんでしたけれども、教科書にちょろっと書かれていることとして、この10、01っていうこの形の規定を標準規定と言いますので、後から言われることがあるかもしれないので覚えておいてください。でこれをですね、これに対してですね、その右側の規定の取り方はこういう規定の取り方をしました。とりあえずW1 はマイナス10と、それから W2 は1マイナス1ということで、この W1 と W2 がこの R2 の規定になるっていうのは、まあ多分パッと見てもらって分かるかと思いますけれども、でその規定の変換っていうのが実はこのように書くことができますっていうのが、その先ほどの内容ですね。W1 と W2 が X1 と X2 にこの右側がこういう行列をかければ良いと。で、まあ、今回はたまたまその元々の X1、X2 は標準規定でしたから、この変換行列っていうのがこの W1 と W2 を並べたものそのものにはなっているんですけれども、まあ、一般の規定の変換もこういう形でかけるということに注意してください。ここまでいいですか。はい。ということで、まあ、他にもですね、本当はもう少し前へ進もうかと思ったんですが、割と分量が多かったので、今日はここまでにということにしました。したいと思います。で今日はベクトル空間の次元ということで、まず次元の定義をやりまして、それから、規定と次元の計算例について示しました。で、次元の性質として、まあ、大きなものではその規定の変換行列について説明しました。それで、まあ、次回なんですけれども、次回の予定ですが、まあ、ベクトル空間の次元の話がまだちょっと残っておりまして、まあ、これも大事な話なんですけれども、規定の拡張ということについて話をしたいと思います。で、まあ、次元の話が済みましたら、次はその教科書ですとセクション 6.4 の部分空間の和と直和の話、それから部分空間の和の次元公式という話に進みたいと思います。
ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、それではひとまず今日の講義をこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。